せーの、せーで。こんにちは。私たち、ラビンズです。姉です。妹です。みゆあゆでーす。今日は、あゆの大好きな、トワイスのなよんちゃんが、ソロデビューのアルバムを出したということで、ありがとうございます。じゃなくて、おめでとう。おめでとうございます。ということで、はい、なよんちゃんのアルバム、やっと届きました。イエーイ。おめでとう。めっちゃ楽しみにしてたもんね。はい、すごい。今回は9点で頼んだので、ちょっとね、ちょっと発売日より遅かったんですけど届いたということで、はい、こちらを開封していきたいと思います。開封動画です。はい、アルバムの開封もそうなんですけど、あの店舗特典っていうのがあって、店舗特典も届いたので、なんかいっぱい入ってる。これもね、一緒に、はい、こちらですね、全部開封して、開封していきたいと思います。はい、トレカが楽しみです。どれを開けてもナヨンちゃん、ね、それすごいね、まあ、どの美女が出るかのお楽しみって感じでね、どれを開けてもナヨンちゃんなので楽しみです。いい、ね、はい、では私はモブリーと一緒に見守りたいと思います、はい、私はこちら東京ドームの新入りしたね時のグッズのナヨンちゃん、はい、じゃなくてナブリーちゃんを持ってきました。持ってきました持ってきました。見守りナブリーです。はい、それでは動画スタート。はい、では開封していきたいと思います。4形態すごいね。こちら、これはね、何それ、開けちゃうよ。ステッカーとトレカ入れみたいな、トレカ入れみたいな感じかな。はい、こんな感じで紫色のやつですね。ちょっとステッカー気になる。それナヨンが描いたとかそういうの。でも みんなね、これナヨンちゃん描いたのかなって言ってたから、描いてたら可愛い。ステッカーです。はい、こちら同じ、この特典は1枚買うと1つついてくるので、私は4形態買ったので4枚ついてきました。どれが可愛い、トレカケースがね、全部色違いでね、可愛い。コンセプトごとみたいな感じ。うん、さあということで、ステッカーと店舗特典。はい、来たー。テンポのトレカー。やだー、4枚。やだ、トレカって楽しいよね。まあ、これもね、4枚あるので、後ろ向きでじゃん。全部ナヨンでしょ。やっていくよー。せーの、せーで、じゃん。あ、かわいい。それ、好きよ、私結構。かわいい。あ、なるほどね。そういうやつね。せーの、せーで、じゃん。かわいい。さくらんぼ持ってるなよんちゃん。かわいい。からのせーのせーで、じゃん。わー、かわいい。全部かわいいの間違いない。かわいい。かわいい。じゃん。からのせーのじゃん。あー、いいね、いいね。好きよ。素敵。赤の衣装のなよんちゃん、楽しそう。この8つでした。これも店舗特典。そう、こちらの、かな、こちらの店舗で買うと、このキラキラした、どれが好きとか聞いてるが来るらしいです。いいよ。パンパカパーン。ではいよいよアルバム開けましょうか。まずはこちら。はい、こちらから開けたいと思います。まずはこれ、なんだろう。こちらは、いや、あー、かわいい。何する？これは、ここにメッセージ、メンバーのメッセージとか、あとインタビューシートみたいな感じ。シート。お、かっこいい。じゃーん。綺麗だね。うわー、かわいい。かっこいいんだけど。かっこいいし、かわいいし、綺麗。かわいいでーす。あと、じゃあこちら、これはクリアポストカード。ーこれがなんだっけな、ビジネスカードかな。へえ、ほらちょっと見えちゃった。せーの、じゃーん。おー、うわー、綺麗。じゃーん。てか何着衣装着たの、ね、本当にいろんな美人を見せてくれてありがとう、ね、続いてじゃあこれいきましょう。せーの、じゃん。あー、これ好き、これ好き、嬉しい。こちらです。あとはトレカかな。じゃん。あ、かわいい。めっちゃ好き。めっちゃ好きです。めっちゃ好き。めっちゃ好きです。せーの、じゃん。めっちゃ好きです。リ
ボンのやつね。リボンのやつめっちゃ好き。メンバーカラー。かわいいよね。はい、最初の中身はこんな感じで。あーかわいい。あーきれい。わー。わー。わー。かわいい。これめっちゃかわいいよね。この水好きですね。あ、これいいです、これ。あ、全部写真なんだ。じゃあ最高じゃん。あー、これ好きなんですよ、この、あのプリンセス美女。うん。いや、かわいい。かわいい。ストレートも似合うね。うん。めっちゃかわいいんだよ。これかわいい。あ、これもかわいい。これ何？手袋？うん。はい。で、スタジオか。セットなんや。へぇー。はい、ということで、まずは一つ目。これあと3冊あるんでしょ？楽しい！すごい！じゃじゃーん！では？続いては、な。な。二つ目の美術いきます。結構可愛い系の表紙だったかな。そうだね。じゃあまずはこちらの封筒の方から。いいな、楽しそう。いきましょうか。あ、でもダヒョンとミナちゃんの同じやつでした。本当だ、かぶりましたね。それランダムなんで、ね、でも何でも嬉しいです。クリアポストカードはこれ。それ可愛いよね。可愛いです。ムだね。無だ。はい、無。次は、じゃあ、ビジネスカード。同じ順番でいく？うん。OK。ビジネスカード。じゃん！同じだ。結構被る。だははは。じゃん！あれ？さっき何だったっけ？さっき何だったっけ、それ。さっき、これと同じやつか。うんって言ってたかもしれない。これでーす。じゃん！かわいい！楽しい。じゃあこれね。めっちゃ可愛いんだけど。せーの、じゃん。はあ、可愛い。やったー、嬉しい。このビジュ結構好きなのでとっても嬉しいです。いやいや、ね、めっちゃ可愛いな。あー、可愛い。結構前髪長い。これね、なんかね、あの YouTube でさ、裏側みたいなのやってたんだけど、うん、縛ったこの後ろ髪をこうやって出してたような感じ。なるほど。うん、だからすごいね。毛先ってことか、多分そう。可愛いよ、うん、すごいよ。この衣装がさ、マジで可愛い。タオルなんでしょ。そう、タオルらしいですよ。いや、絶対似合う。ね、本当に。またネイルもね、毎回衣装によって違うのも可愛いんだよね。うわー、可愛いな。あー、可愛い。しかもこういうさ、スタイルが似合う。わかるわかる。同じこと言うと思った。似合うよね。いいな。うん、似合う。この形似合うね。あー、この水ここに入るのか。可愛い。可愛い、めっちゃ。あ、これ可愛い。あ、これも可愛い。あー、可愛い。こうやって笑えないような口で。可愛い。ただ座ってるだけなのに可愛い。あー、結構この道好き。あー、これここに入ってくるのね。可愛いわ。強いな。な、な、な、ナーバン結構強い。可愛い。強いです。おー、かわいい。そしてカーテンね。あー、楽しかった。では次はこちら。なんか素敵なビジュアルですね。また同じなんだけど。それしかないんじゃないの。いやいやいや、ある、あるあるある。じゃーん、3度目は3回目です。見ました、もう。じゃーん、さっきも見た。一番最初と一番最初と同じのやつ。じゃあビジネスカードいきます。せーの、じゃん。これとこれって一緒なの？そういうわけでもないのかな。わかんない。次、はい、じゃん。おー、かわいい。プリンセス、お姫様。かわいい。プリンセスだね、これ。じゃん。あ、さっきと一緒だ。さっきも見ました。でもあれだね。でも2枚やったらさ、一つ携帯に挟んで、保管版と保存版と、携帯に挟んで、もう一回綺麗に。ありがたいよね、それはね。手長ね、できるからいいです。せーの、じゃん。あー、かわいい。てかそれもかわいい。かわいいです。では、おー、このなんかシュンってなってるね。中身想像つかない。綺麗だね。ね、めっちゃたくさん。あー、これ好きなんだけど、これあれか、これあれ、これそう。この前髪ちょっと薄く出てるの好きだね。いい髪色だな。そうなんだよね。新しい姿を見せてくれてありがとう。ああ、これね。結構あれだね。大人っぽいというか、個性的というか。わあ、綺麗なお腹。わしながってか、可愛いこの足が。まっすぐだね。まっすぐで可愛い。はい。で、これね。おお、おしゃれな雰囲気。ああ、楽しい。で、次最後だよ。やだね。で、もう一周できるわ。可愛いんだけど。ポップバージョン。可愛いんだけどそれ。私このビジュ本当に好きで、これの撮影のなんかオフショットみたいなのをあのロック画面とかしちゃってる系です。あ、違う違う違う。
あ、ジヒョウちゃんとサナじゃあ違うやつ来たね。じゃーん、かわいい、横向きのパターンあったんですね。じゃあ次クリアポストカード3/4これだったか。そうだね。次はせーのせーで、あー違うのやってきた。違うの決まったよ。お、あ、さっき見た。さっき見ました。じゃーん、かわいい、デニム衣装だ。やったー、かわいい、かわいい。ではお楽しみタイムします。好きも、あーめっちゃかわいい、あーかわいい、それその笑顔かわいい、これこれ取り返してかわいい、あーかわいい、うわー、この美術好きだわ。あ、黄色なんだね。うん、この美女好きだわ。うわ、この美女本当にマジでかわいい。あーかわいい、この笑い方大好き。お花抱えちゃってかわいい。なんか待ってる、なんか待ってる。うわかわいい、これ大好き。手とかよく見えるね。あーかわいい、なんかツルツルしてる。まあかわいい、うわかわいい、かわいい。あーこれ来ちゃうね。これかわいいね、これかわいいね。からのからの、何、あと何があったの。あ、まだあるって、かわいい、からの、何、じゃあリボンの美女来たよ。私好きなんです、結構笑顔多めだ ねポップだもんね。うわうわ、かわいい、それガチ好き。髪型かわいい、あ、かわいい、え、超かわいい。あー、おばちゃんだよ。最後はかわいいですね、水色の、はい、楽しかったパンパカパン。はい、ということで大興奮の中、はい、なよんちゃんのソロアルバム開封しました。ちょっと小声なの、 あんまりわかんない。とっても楽しかったし、ね、幸せな時間ありがとうございました。すごいね。改めてなよんちゃんソロデビューおめでとうございます。じゃあ4種類の携帯の中でどの美女がもうニックニコしてどれが一番好みの美女がだったのは、いやもうでもわかるよ。もう見てる時から、あ、多分これだな。じゃあ1番ね、うん、ちなみに2番目も決まってる。多いよ。でもそう、そのもう、ちなみにお姉ちゃんも参加していい？いいよ。じゃあせーので1番指さすよ。せーの、せーで。あー、私はこれが好きだった。私は1番がね、ポップで、2番がこの2番目の。2番がポップ。あー。やっぱここだよね。うん。かわいい。可愛い系が好きなのかな、うん、私たちはね。綺麗なのとか大人っぽいのとかも、うん、すっごいときめきました。楽しかったです、ね、どれ見ても可愛かった、うん、最高でした。はい、ということで今日はなよんちゃんの初ソロデビューアルバム、うん、I'm なよんを開封しました。はい、今日も動画見てくれてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。Hehehe